佐藤義子は、日本の声楽家、オペラ歌手である。日本国内で初めて、カルメンを演じ、カルメン帯と呼ばれる。1903年5月25日、日本人の父、佐藤智太郎とフランス人の母、ルイズのもと、5人兄弟の末っ子として生まれた。4歳の頃、父の横浜税関への転勤をきっかけに、横浜に住む。1911年、 横浜塩井松小学校に入学したが、愛の子であることを理由にいじめられたことをきっかけに、1911年9月に横浜高ラン女学校に転校する。幼少期に父に連れられて、横浜山手で初めて見たゲーテザーのオペラ、カルメンを見たことをきっかけに、オペラ歌手を目指す。1923年、東京音楽学校声楽科に入学し、1926年に、 卒業した。ネトケレーベに指示。1926年に NHK 発のオペラ放送にメゾソプラの歌手として出演した。田谷力蔵、松平里子、内田栄一らとボーカルフォアを結成した。1929年ボーカルフォアがカルメン全曲のコンサートを開き、以後カルメン帯と呼ばれるようになる。1932年にフランスから帰国し、 山田工作のカルメンに出演。1935年に洋画家佐藤隆と結婚し、横浜市鶴見に住んだ。戦中は横浜公共楽団を引率して音楽提身隊に従事した。1954年には全国初の音楽堂建設の推進団体音楽コン会の代表として関わり、神奈川県立音楽堂会館を実現する。 同館の開催する音楽教養講座の講師ともなった。1964年には創作オペラ協会を設立する。また、1964年には横浜市教育委員に就任するなど音楽教育、音楽文化の振興に努めた。1972年史受講賞、神奈川文化賞受賞。1974年には横浜文化賞を受賞した。 1978年く四等砲鑑賞。1 9 8 2年2月、中島敦志、3月期原作の創作オペラ、古月伝を上演した。古月伝は、同年10月に、第8回ウィンナーワールドオペラ賞特別賞。さらに12月には、第4回音楽の友社賞とレミーマ短賞も受賞した。1981年オペラ、 団体協議会会長に就任、オペラハウス建設に尽力した。1982年オペラの稽古中に発病、死没、横浜市西区、久保山墓地に眠る。ありがとうございます。